か。ここも金なんだけどね。ここにもいるか。大丈夫。大丈夫。ベイマックスやっぱ風船でできてるから、風船が一番いい感じだね。あのぬいぐるみより。あれはあれでいい。うん。あ、電池ついた。ついたからさ、ニューファンタジーちらっと見てからさ、あの電池ついたときに入れる。いや、ラッキーだったな今回。あ、夕日がめっちゃ綺麗。あ、風船が。あれはもう落ちてこないで飛んでっちゃうね。だけどその時はもうしぼんだ時だから。あれどこから？あれ？もう子供泣いてるでしょ。しかもあれクソ高いよね、あの風船。2000円ぐらいしたよね。バイバイ。すごい、ちょっとある。ここは B 岡広場だ。アイドル。なんか若い女がはしゃいでる場所になったな。ちょっと見てていたいわ。こうやっていこう。こうやって、こっちこっち、静く。え？何？あれ、なんか誰か止まれてたから、なんだろう。あ、なんだったの？あ、わかんない。自分のものでしょ。よくわかんない。自分たちで受けてただけなんだ。水が出てるような感じに見えちゃった。プラスチックの。なんか人とか。あ、本当？なんかみんな写真のポーズの顔がすごいよね、現代人は。現代人？今の若い人たちは。すごい若い。パパ恥ずかしくてあんなすごいポーズの顔とかできないわ、なんか。すんごい作った顔みんなうまいよね。そうとか、なんかもう見てて見て、今セルフィーってこうやって自分たちで撮るじゃない。あれの時の顔がえぐいんだよな、みんな。そう、もうなんかもうモデルみたいに、そうすげえ表情とか変えたりして、なんかさあ電気ついたね、ここも。ちょっとこれが見たかったね、電気ついたところが。ベイマックスもね、
上の色があのスペースマウンテンとシンクロスして変わってくんだよ、夜の。まあそこまでは見れないっぽい。てかスタイルスタジオ全然見てなかったね。まあいいよね、あのミニーの。スタイルスタジオ前行ってみる。すぐそこだけど。あれ。レストラン。どういう。あ、内容。内容。あ、関係なんだね。生そのなんガッツリレストランっていう、結構定食しますけど。モーニング的な。そう。ちょっとうまい。あ、しばらくは普通に行けないかな。当分行かない。もう超予約してるとかやってらんないし。ガストの、あの、違う。ガストの、そうだ。古文じゃないって。古文の方がいい。ガストの格好いいよみたいな感じで。うんうん、あの下のね。あ、これがね、本物のブドウなんだって。ブドウ園。C でやってんのとか、ケープコックで。そう、これは偽物だけどな。うん、あっちが本物のブドウ。あのリンゴと同じ。そうそう。まあすごいよね。やることが本格的だわ。
からほらズートピアパスこれ多いな、ほんとどうぞ、こうやって帰る？いつもこうやって帰る？そう？今日ここ通ってないか、通ったな、一回通ったな。これも行かなかったけど、やってたんか、やってはいたか。だから一応営業は5時までで、多分どうだろう、みんな1時間ぐらいかけて全員出してきたんですか。おお、すごい鳥。ダメだわ、もうすぐ行かないと。よほーって言ったんですよ。いや、だからもう、カイブくんの時はもうそれが自分の決め台詞だ。わかる？なんかパパが今日これだったらもう。でしょ？それと、それは例えばほら。いや、例えばが出てこねえ。違う違う、それぞれほら喋り方とかキャラの特徴があるじゃん。あー、だから語尾がなんかつくやつあるでしょ。なんとかずら、なんだそういうキャラいるでしょ。だからそれと同じですか。でもその自分のもう必ずそのセリフみたいな決め言葉になる。ね、なんでなんだろうね。最後やっぱディズニーありがとうみたいになるのかなみたいな気持ちが。だってね、散々行ったもん。朝一だってバンド全部見たもんな、全部。うん、うわー、まった。なんか明るい。あ、風船飛んでっちゃった。また上に、たまにここにもね、引っかかってたりするんだよね、よく。おもんちりがあったね。あ、うん、あ、うん、あ、うん、行っちゃうの？行っちゃうの？あ、うん、あ、うん、あ、うん、そうだね。だからパパも上行く前に押さえろって言った。
こっち側から来る人の量の方が何でも多い。今日は特になと思うよ。もう最後通る？こっち。あっちなんだけどね。それリトルマイキーっつった。さあ、アウトしちゃいますか、じゃあ。このシーン好きなの。シュンジュン。バラララララ。はい、お願いします。左に進んでいただく際は右のマークから進んでください。キッズピアリはね。この先は駐車場、どうぞゲストパーキングご利用の方お進みください。ちょっと待って。なんでこのまんまキッズピアリは行かないの？明日でいいんですよ。疲れたでしょ。そこそこ。本日はご来園ありがとうございました。お気をつけてお帰りください。いや全然5時まで悪くないわ。ちょうどいいわ、マジ。そうだね、だからコロナのおかげだよね。外人もいなければこういうの。お帰りの際は別のグループの方と間隔を空けてお進みください。またお越しいただける日を心よりお待ち申し上げます。本日はご来園ありがとうございました。